今日は、最初にお便りを、紹介します。ラジオネームなるさん、井川さんこんにちは。瀬尾さんお元気でしょうか。ラジオが終わってしまい、瀬尾さんのお声が聞けないのは寂しいです。たまにスペシャル番組で近況だけでもお聞かせいただけると嬉しいです。ではでは。ラジオネームふむふむさん、残念です。私はまだこの番組を知った半年くらいしか経ってます。素敵な番組を見つけたと喜んでいたのに、思い切って出したメールが2回とも読まれてすごく嬉しくて、よし今度は何を書こうかなと考えていたところだったのに悲しいです。瀬尾さんの気が変わってまた番組が再開するのをお待ちしています。井川さん、瀬尾さんの健康管理をくれぐれもよろしくお願いします。ということで、今日はゲスト瀬尾さん、ラジオネームラジオバーグゲスト瀬尾さんということで、今日は瀬尾さん、ラジオ瀬尾さんをちょっと復活してやるってことです。はい、はい、どうぞ。分かったよ、うん、はい、じゃあもうそんなこと言いたかったのね。分かった。はい、はい、皆さんご無沙汰です。こんにちは、こんばんは、おはよう。じゃがじゃんっていうことだね。何ヶ月ぶりですかね、これは。わな、8、9、10、10、11、12ぐらいじゃね。5ヶ月ぐらいじゃ。5ヶ月ぶりぐらい、うん、いやあれね、終わってから、うんうん、あ、まあ、まず瀬尾さんどうですか、お元気ですか。うん、元気そうですね。まあ、仕事はしてたけどね、うんうん、大変だったけど、まあ一応ちょっと区切りついて、今月の、うん、12月あたりまでちょっと区切りついて、うん、うん、もうバリバリ仕事もして。いや、バリバリはやってない、うん、ちょこっと、うん、たまたま、たまに気分転換でやってるぐらい。あ、そうです。もう今年はもうほとんど終わったから、うん、あ、ほんと、うん、もう仕事納めももう中旬ぐらいで終わりかな。あの結果往来のライブ CD が発売されるって、あれを、うん、だからあの、ここを、あの、何ね、ラジオ瀬尾さんを辞めたのも、うんうん、ちょっとそれがあったんで、あってね。でもそれが忙しくってっていうよりか、うんうん、まあいろいろとね、計画はあったんだけど、うんうん、なんかこう一点圧倒じゃねえよ。2点3点でしょ。2点3点が7点になっちゃった。1点抜刀だから2点3点ね、2点3点していって、うんうん、でなんかいい方法が、まあほとんど候補の中には、うん、ライブ配信とかもあったんだけど、うん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 、まあ結局ライブ配信するときに、うん、そのかそこの場所に結局密になるじゃん、うんうんうん、か、うん、見てる方は家庭で見たりとかね、いろんな見るけども、ね、結局そのだけの人数がいるし、うん、ミュージシャンもいるっていうことで、うん、それが固まったら結局はもう密だから、うんうん、じゃあそれもちょっと、うん、あの、うん、やめとくか、うん、なったりとか、まあいろんな案があったんだけど、うんうん、最終的にね、うん、まあその結果往来の、うん、あのあ録音をね、うん、たまたましてたのよ、うん、いわゆる録音日っていうのが別にもうあのあれのなんて中盤に撮ってあったのね、うん、その日は録音する、うん、収録をするっていう、うん、でそれをちょっと俺が、あのいろんなエンジニアとかそのスタッフ連中たちに練習させるために、うん、そのまでの公演を何回か撮ってたの、うん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 、で、最後、まあ、結果的に中断する最後になった、うん、2020年の、うん、2月26日のフェスティバルホールも撮ってたの、うん、で、それからだから撮ってたところの音源を全部チェックして、うん、でそれでもうそれがちょっと時間かかった、もう大変な、大変だった、うん、大変だったから量がね大変だったし、うんうん、でもちゃんと使えるように撮ってたんですか。そうだから予行演習で撮ってたのを、うんうんうん、ちゃんと機材でもう持ち込んで撮ってたので、だからそれをあの中島さんにこうやって撮ってるやつがあるんだよって言ったら、うん、うん、じゃあそれでちょっと聞かせてって言うから、うんうん、まあちょっとあの
軽く、うん、ラフミックスって言うんだけど、うん、いわゆるあんまりこうあの調整 しないで、うんうん、ダーッと取ったようなやつを、うんうん、聞かしたら、うん、あじゃあこれでできるかもねみたいな話になって、うんうん、でそれからよだからその、うん、撮ったやつの中からテイクを、うん、どこのテイクどの曲はどこのとかでずっとチェックをして、うんうん、で一番いいテイクを全部集めたんだけど、うん、でも9割はあの最後のやっと大阪フェスになっちゃったけど、ね、そうなんだ、うん、やっぱり9割方が、うんうん、でもあのそれでそれを今度、うん決めたら曲一曲ずつのあれを決めたら、うん、そしたら今度はあのそのいわゆるあのノイズを取ったり、うんうん、あの静音して、うん、音のだから、うん、あのなんていうのあの、間違った人のやつをあの直したりとか、はいうん、それからもうそれがね大体ねそれで 2,3 ヶ月かかったんで。うんでそれから綺麗になってからミックスをして、うん、でそれであのその後、まあ、レコーディングあのするためにはマスタリングっていうのがいるんで、うん、そのマスタリングがロサンゼルスにデータで送って、うん、でそれの行った来たりをやって、うんうん、それでそれが終わったのが音の方が終わったのがね、うんうん、音源が終わったのが10月の頭ぐらいかな、うんうんうん、で今度それから、うん、リハからずっとあの尾中さんっていう監督いつも映像を撮ってくれてる監督がずっと、うんうんうん、カメラ回してたカメラを自分の1台で回してたの、うんうんうん、あの本格的なんじゃないよ、うんうんうん、だからそれでこうあのメイキングが作るつもりだったから、うんうんうん、初めから、うん、でそのつもりでずっと回してたのがあって、うん、でそのリハをずっと撮ってたりとか、うん、からたまにあのコンサートの行き先も行ってついてきてた時があったの、うん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 、でそこでなんかあ、まあ、あの会場でリハをやったところかを、うん、自分の一台で撮ってるやつがあったりとか、うんうん、それで映像あのだから ある意味彼もリハをやってたわけ。メイキングっていうことは あったけれども、うんうん、いわゆるあの一緒についてそうやって曲のあれをあれやって、うん、頭の中でどういうが構図で撮るかみたいなのを、うんうん、あの撮るときに、ねうんうん、映像を撮るときに、うん、あの音と映像をせーので撮るんで、うん、その時のためにもうリハーサルやってたんだけど、うん、結局あの本番がなかったので、うん彼が撮ったカメラ1台の、うん、映像しかないの、うんうんメイキングのために撮った、うんうん、でそれをメイキング作ろうということで、うん、それもずっとなんていうのシーン探して、うん、でなんか何パターンも作って、うんうんリハのこの曲入れたとか、うん、会場で入れたとか、うん、なんかっていろんなことを僕はこれいらないとか、うんうん、ここのシーンは撮ってくれとかこの映像は、うん、この歌はここでカットしてくれとか、うん、いろいろとやって、うん11月の終わりにやっとできたの。やっとできたの、うんうんで今月の頭に、うん、12月の頭に、うん最終本人に確認して、うん、それで、うん OK になったので、うん発売っていうのが正式に言えるようになったの。あそうなんだ。そう、うん、それででもつい最近までそう、ね、だから実はだから12月頭まで、うんやってたの、うんうん、めんどくさかったけどずっと見てた聞いて何回も聞いて何本で直して、うん、修正できるところは修正して、うん、それからいろんなところで何かなんて音楽以外の音のガチャとかこそっと入ってるやつを全部撮って、うんうんうんコーラスの人なんかブレスのっていうようなのも撮って、うんうん、もう全てそういうのも綺麗にして、うん、でそれでうん、うんどうにか製品になるということで、うん、まあそれでやっと、うん、
あの12月7日に発表だったの。そうだよね、はあ、それでもうラジオ瀬尾さんですから。もういやそんなつもりは何もなかったんだけど、たま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 同じね君がセッティングした日が12月7日だったから、うん、そうなっただけのこと、ね、うん、でもまあまあまあ、うん、それでやっぱり来年の2月2日に出すということで、うん、だから音の方は全部あるので、うん、1部2部全部全曲、うんうん、それに特典映像で約1時間かな、50何分の、うん、あのメイキングも入れて、うん、入れて作る予定っていうか、それが決定した決定、ね、うん、だから出ます。だそれをずっとやってたんで、うんうん、大変だったんですもう本当ね、うん、かかりっきり、うん、かかりっきりでもうなんかもう音を聞きすぎと絵見すぎて何だか何が何だか分かんなくなってきちゃって、うん、もう最後もういいじゃんかみたいな感じになってではならないよ、そんなことでは終わらないけど、うん、でも最後までどうにか食らいついてやった、はい、だからまあまああの中島さんファンの方はお楽しみに、うん、お楽しみに、ね、うん、まあでも本当にコンサートが最後までできないのと、うん、できなかったのと、うん、そのちゃんと本番で、うん、絵が撮れなかったっていうのが残念なんで、うんうん、音は本番と同じように撮ってるんで、うん、全然音は遜色ないです全く、うんうん、まあ不幸中の幸いですね。高中というか、まあ、たまたま撮ってたの、たまたまっていうのが俺がだからちょっと練習させたかったので、うんうん、あのいわゆる録音練習みたいなことで、うんうん、でそれを8回やったうちの何回をまあ東京と大阪だったんだけど、うんうん、東京のフェス、NHK ホールと大阪のフェスは撮ろうとしてたん で、うんうん、でまあそれは撮ったんで、うん、でそれが聞いてみたら結構いいんでっていうので、うん、まあそれも本当にこんなことがあると思ってないのに、なんか、うん、ちょっと撮る練習しようさせようかなと思ってやったら、うんうん、なんか撮れちゃった、うん、撮れたというかなんかあるよって言って提示したら、うん、中島さんと、うん、レコード会社の人が、うん、はあ、それでお願いしますみたくなったんで、うん、でそれをだからずっと作ってたのやってたの、うん、作業をね、はい、うん、長い、うん、それで何、いやそれでね、うん、まあ、瀬尾さんはそれでかかりっきりでしたけどね。そうそうそう、君は何してたの。あ、僕ですか。僕ラジオ瀬尾さんの店番してました。強くよ、いやねえちょっとパッとちょっとさ YouTube 見たけど、君え何個発信してんだよ、アップしてんだよ。4つ。忙しいなと思って。いや忙しいってことないですよ。もう本当にずっとなんか、うん、だってただ喋ってるだけだから。僕ほら喋らないと。そうだね、うん、死んじゃう海遊魚みたいな。わかるわかる、わかるわかるって何。いや喋ってないと、うん、死んじゃうっていうね、うん、死なないけれども、うん、喋ってないと周りがうるさいんだろ。周りの人がもう、周りの人が、うん、周りそうにいろんなこと言うから、うん、一人で喋ってくれてる方が楽だから。あ、そうそうそう、うん、周りがね、周りが迷惑するからさ瀬尾さん、ね、お便りがいっぱい届いてますから。あ、本当、うん、後にそうなのよ。本当、まあほとんどはね瀬尾さんへのクレームですよ、うん、あ、そうか、うん、ラジオネーム、NM さん2008ね、はい、瀬尾さん、井川さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいてましたが、うん、突然の最終回とのこと長い間お疲れ様でした。また再開される日の来ることを楽しみにしています、うんうん、思えば、うん、私がみゆきさんのファンになったのが2008年。おうおう、それ以降アルバムや映像版は全て購入し、 ありがとうございます。コンサートと夜会も全て見させていただきました。あ、すごい幸運じゃん、うん、チケットが取れた、チケットが取れたってことね、うん、瀬尾さんのお名前を知ったのはその随分後のことだったと思います、うんうんうん、最初一蔵ってどう読むんだろうと思いました。あ、一三ね、うんうん、一蔵って読んでるじゃん、うん昔巨人軍に高橋和美という選手がいたので、はい、うん、和美かなと思いました、うん、
その後一蔵と読むことを知り、うん、一蔵さんの方が雰囲気と風貌に似合うと思いました。あ、昭和だからね、うん、え、どういうこと。いや、昭和っぽいじゃん一蔵。あ、一蔵ね、まあ明治かな一蔵ね、うん、私はエレインやカモメの歌が大好きですが、はいはい、コンサートではもはや選曲されそうもないので、うん、以前にもリクエストした気がしますが、うん、第5回夜会花の色は移りにけりないたずらに我が身世に降る長めせしまにの愛よりもと、うん、その前のセリフの部分をセットで夜会工場でぜひ再現してほしいです、うん、あ、なるほどね、うんうん、私がみゆきさんファンになるきっかけとなった場面です。お、うん、映像版では何度も見ていますが、うん、いつかぜひ生で見たいと思っています、うん、よろしくお願いします、うん、それでは次に瀬尾さんと再会できるのはラジオ瀬尾さんの復活版か、うん、まあ、今日ですよ。復活版じゃないよ、まあまあ、これだってレギュラーじゃないもん。まあね、うん、お試しだもん。お試しね、うん、コンサートか夜会か分かりませんが、うん、74歳の瀬尾さん、66歳の私、お互いに健康に気をつけて元気に再会できることを祈っています、うん、その8歳違うと違うよ随分。そう、うん、いや、 やっぱり70過ぎるとね、うん、結構年々の、まあ、大体みんなあの、40、50って言って、うん、あのその台に入った瞬間になんかこう落ちていくあれが分かるんだけど、うん、70の1年ごとの、落ち方の落差がすごいすごい、うん、鶴瓶落としみたいになってくる、うん、去年までできてたのになって。そうね、だって僕今、うん、自転車乗れないもん、もう。え、あ、怖くて怖くて。あ、そう、うん、あとバランスが今度あのあいわゆるあの、まあね、反応が、うん、遅くなるんで、うん、こうブレーキかけたり、あ、うん、足を地につけるって言ったりでストップするのが遅くなってこけるの。あ、そう、うん、だからもう今自転車乗ってない。乗ってないの、うん、歩き、タクシーあ、そう、うん、タクシーですか。もう1メーターでもタクシー。タクシー、うん、あ、そう、今日は、うん、タクシーちょっと前まで歩いてきてたじゃん。もうだから無理、歩くのはしんどい、しんどい、ちょっと。あ、そう、うん、だからそれぐらい、うんうん、なんか1年の差がこう5ヶ月経つともうタクシー。そう、ね、タクシーまあ介護タクシーってのもあるからね今。いや別に俺介護タクあれに入ってないから介護タクシーは来ないはい、はい、次、うん、ラジオネーム渋谷の康弘さん、うん、瀬尾さん、井川さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、このお便りは、うん、2021年7月22日ラジオ瀬尾さん最終回がアップされた日に、うん、ラジオ瀬尾さんの再会を願って送っています。おお、だからもう7月なんですよ。8月なんですね。7月だ、もう半年ぶりですよ。だ7月だったから8、9、10って言ったんだよ。分かった、そうだね、うん、このメッセージが読まれたということはラジオ瀬尾さんが再開されたということですね。お、今度はラジオ瀬尾さん月一になってたりして、うん、まだそれは確約はできないし、今日は何しろ特別、まあ、って言ってるけどね、顔はねニヤついてますからね皆さん、うん、いつかラジオ瀬尾さんが再開して第1回目の放送でこの未来予知のようなお便りを読んでいただける日を心待ちにしてます、だってよ。読んじゃったもん、読んじゃった、うん、次、はい、次いっぱい来てたもん。あ、本当。ラジオネーム沖縄のうげつさんかな、うつきさんかな、うずきさん、うずきさん、瀬尾さん、井川さん、突然の最終回、うん、今までの放送全部消えてる大事件に私の周りのみゆきファンは一同騒然としております。わ、ラジオ瀬尾さん、瀬尾さんの夏休み版で井川さん一人で続けてくださいそしてぜひゲストに中島みゆきさんを呼んでください、うん、みんな大喜びします。当たり前には出てこねえけど そんなことができるならもうとっくにやってるよ。そうだ、ね、うん、瀬尾さんいなくて、でも瀬尾さんいなくて俺と中島さんだけなんだ。すげえ心配なんでそうかな、うん、いやどうですか瀬尾さんって。瀬尾さんの話をするだけだもん、だって俺と中島さん話。いやでも、うん、俺の話しないよ。しない、うん、しないしない。ないや、なんでするでしょ。絶対しない。だってラジオ瀬尾さんの、うん、穴埋めで中島さんってやつ。何言ってんのそんなことでだって出てこないよ、うん、そう、うん、出てこないし。だって昔中島さんラジオやってた時はもうすごいうわーってやってたでしょ。
うん、だからそれは人のゲストの時はそんなことしない。 あれ自分がだってやってるから、うん、そう、うん、自分がホストだからそれをやってるだけのことであって、まあね、うん、はい、君だってそうじゃん、うん、あ、そう、君だって一人でガーってやってんの。やってない、うん、そうでしょ、はい、なんか深夜便みたいなことやってんでしょ。深夜なんで笑ってんの本当に性格悪い。はい、次いきます。はい、はい、ラジオネーム阿部ちゃん、井川さん、瀬尾さん、突然の最終回とても残念でした。井川さんが味が出た、うん、瀬尾さんがヨボヨボになっても続ける気満々だった井川さんもさぞや残念なこととお察しいたします。ヨボヨボにするな、まだもうちょっと大丈夫だよ。コロナ禍の重たい空気の中、うん、ラジオ瀬尾さんのお二人のやり取りに何度気持ちが救われたか知れません、うん、あ、そうなんだ。そうでしょ、うん、救われたんだ。救われてたらいいけどね、なんかいい、なんかなんでなんで、いやいや、もう本当にいつもいつもさ、うん、なんか本当に後で反省するんだけど毎回、うん、何に喋ってんだろうなと思いながらいや、そう反省してんの？帰る時に、あ、でもあの、帰ったら忘れる、うん、だってそう、帰ってる道の途中だけ、 道すがら、うん、道すがら、あ、そうで途中であの、うん、酒飲んだらもう忘れてる、忘れてる、もう完全に。楽しい放送本当にありがとうございました。はい、瀬尾さんに会っては、うん、仕事が再開されたとのことで、みゆきさんとの仕事であることが容易に想像されますが、うん、久々のアルバム作成に気持ちを集中させたいと言って、うん、表に出せない理由もあるのではないかと推察しています。うん、本当 その通りだね。だって、うん、まあね、あれから今日12月7日まででしょ、うん、だからもうラジオ瀬尾さん休んでそっちやってたようなもんだね。まあでもそれと暑かったじゃん今年。いやいや、暑いしさ、い、暑いし、あと量が多すぎるよやっぱり週2回の。いや、そうそう、そりゃそうだよ、そりゃそうだよ、違う、あんな猛暑の暑い時に年寄りを週2回のあれのために俺たち月2回ここで、そうそうそう、だってそれもさ、そうそう、1回取るのに4本取ってるから、だいたい2時間ぐらいから、そうそう、3時間ぐらいかかってやってんじゃん。違う違う、ええ加減にして、普通のプロでもやんねえよんなこと。本当にそうなんだよ、うん、だけどそれはね、お言葉ですけど、はい、お言葉ですけど、何ですか、それは瀬尾さんがさ、うん、ね、うん、まあ、今でこそって今日でこそ、うん、結構なんか元気はつらつオロナミン C みたいにしてやってるけど、うん、だって今日だってあの1回で終わりだろ。いや違う、そうなんだけど5ヶ月前の瀬尾さんはね、うん、つまり仕事してない時の瀬尾さんはね、うん、こんなんじゃなかったのよ。そうかな、あんまり変わってないと思う。だからあのその次の4回目ぐらいまでのエネルギーを取っとこうと思うから、だからそうなってるだけのことでやって。いや違う、うん、俺よ、うん、この1ヶ月お前以外と喋ってないから。ああ、そういうことね、ね、仕事をしてない時は。そうだね、もう、前回の瀬尾さんの時声が出なかった時もあった。そう、出なかった、うん、ふうってやつがあっただから、うん、これは大変だった。だってこれあの時さ、飲み屋も禁止だったからね。そうそうそう、酒も飲めないわ、外出れないわ、誰とも喋ってないわ、うん、もう何もないで、だからアレクサとシリに喋るしかないでしょ。だからある時はもう言葉も出ない。そう。何だから、なん、あの3日4日誰とも話さないとか、言葉を発せない、発生しない日は続いてたけど、うんうんうん、まあでも仕事し始めた頃からは、ね、まあ、あのそのスタッフとかいろんな人とは、まあ本当に少ない人数でやってたけどね、うん、いつも、うん、やっぱり仕事は大事ですね。うん、って仕事というか喋るのは、まあ、喋るのは大切だね。だから僕だってもう頭が動くようになるから。だからあれがさ、うん、ただ瀬尾さんがラジオ瀬尾さんが嫌で、うん、やめてね、うん、仕事もなかったらこれ5ヶ月ぶりに出てきたら今日大変だったと思うよ。あのね、そんなね、あの何心配ない。いやいや、そんな心配ないよよく言う、全然。あ、そう、うん、あ、うん、じゃ あんまりそういう、うん、あのなんていうのかな、別に、このままで仕事なかっても、うん、なくなって全然しなくなったとしても、うん、だって僕らの年だったらもう前も何度も言ってるけれども、まあ、そうね、うんうん、結局はもうみんなリタイアしてるわけじゃん、うん、そうだね、だからリタイア状態だったら別にそれはそれで、うん、それはそれだし、うん、ラジオ瀬尾さんみたいなもんもやんないよ、もう。
あ、やらないってことね、うん、やらない、やらなければ喋んなくてもいいんだ、ね、もうずっと喋んなければいいんだね、うん、そう、ずっと喋んなくていいんだから、うん、もうそれは、まあ、まあでも今はねちょっとあのこう仕事してきたんで、うん、まあ人と の, あの関わり合いもあったりとかするから、うんうん、あとバレもやってたんだよね、うん、そうやってやりながらも、なんだっけ、工藤静香さんのもやってたの。え、あ、そうなの、うん、あ、1曲だけだけどね、うん、あ、それの編曲もね、そう、あのだから、それも中島さんなんですか、あの彼女が書いて、うん、あの NHK のラジオ深夜便、うんうんうん、の、うん、12月と1月のテーマの曲を、NHK の方から頼まれて、うんうんうん、だからあくまで深夜便のテーマなんで、だから深夜便のテーマのやつを、あのあれ、じゃあうちの深夜便も作ってください。ああ、お断りしますあーって。はい、次、ラジオネーム、はい、浜野城さん、瀬尾さん、井川さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます、うん、いきなりの最終回とても驚き残念でなりません、うん、しかしきっといつかまた聞ける日が来ることを楽しみにしています。あ、今まで楽しい時間をありがとうございました。瀬尾さん、井川さん、これからも元気でお過ごしください、うん、次、元気ですよ、元気そうで、うん、本当によかったね、うん、ラジオネーム、カナダからの手紙さん、あ、瀬尾さん、井川さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。最終回の報告を聞き、心がかなり乱れ、うん、動揺しています、うん、報告を聞いた時間が夜遅かったのが幸いでした、うんうん、もしそれが朝や昼間でしたら、うん、その日一日中心ここにあらずでいろいろな失敗をしでかしていたことでしょうそんな大げさな。週2回の配信の大変さは、ただただ楽しく聞いてるリスナーの立場では想像できないほどのご苦労があったかと思います、うんうん、瀬尾さんが夏休みが必要なのも深くうなずけるので、うん、夏休みから戻ってくる瀬尾さんを首をキリンにして待っております、うん、ああ、首を長くね、うん、なので最終回ではなく、井川さんお一人で瀬尾さんが戻ってくるまでラジオを続けてください。あ、そのたそれでやってたの、ずっと。そうですよ、あんな長い、あんなにいっぱい、いやいや、そこで手を変え品を変え、なんかそうだよ、だって瀬尾さんいないからもうなんかしょうがないから、タイトル変え、変えて、もうタイトルだけ変えて、話はもういつも雑談ですよ。でもあれから何、でも今はあれだよ、 YouTuber でしょ、 YouTube でしょ、だけど YouTube でラジオだ、あ、だから YouTube、うん、ラジオだから、そうそうそう、うん、だってあのほらポッドキャストはちょっとわからない、うん、だけどね、うん、ポッドキャストのラジオなんかね時々メール来んだよ、うん、ポッドキャスト側から、お、なんてラジオ瀬尾さんがランキングでまた1位ですとか2位ですとか、ね、だって最終回しか残ってない、そう、うん、それがまなんかおめでコングラチュレーションってすごい、うん、先週もそうです、はい、それでなんだっけ、あ週2回じゃなくても週1回でも、それが無理なら月1回でも我慢しますので、うん、井川さん、ラジオ瀬尾さんは頑張って続けてください、うん、お願いします、うん、かける1000回って書いてある、これ無理、いやいや、お願いしますよ1000回、あ、お願いします当たり前でしょ、うん、そうでないとラジオ瀬尾さんロスに陥ってしまう人がたくさんいますので、勝手なお願いで申し訳ないんですが、これはもう人助けと思ってお願いします、うん、かける1000回、ラジオ瀬尾さんが聞けなくなると、瀬尾さんと井川さんのやり取りはもちろん、うん、リスナーの方々のお便りやリクエストも聞けなくなり、うん、とてもとても寂しいです。いつも仕事ばかりで趣味がない私にとって、うん、ラジオ瀬尾さんは心の癒しであり、大げさに聞こえるかもしれませんが、いつの日か、うん、あ、いつの 日か生活に欠かせない存在になっておりました。あ、ね、で、井川さんがもしラジオ瀬尾さんを続けてくださるなら、うん、リスナーとしては瀬尾さんは今回は戻ってきたなと勘違いしながら毎日ワクワクしながら聞きます勘違いか仮に井川さんが一人で、うん、こんにちは、こんばんは、おはようございます、今週も瀬尾さんは夏休みをいただいております、じゃじゃんと言ってもがっかりもせず、うん、瀬尾さんの夏休み休暇を尊重し、いい子にして待っております、あ、いい子にして、僕で別にあれだよ、あの、いや、だから、あの、そのやめとか、うんうん、時は夏休みでくれよとかって言ったけど、うん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 、仕事してたからね、夏休みじゃねえんだよね、そう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 、全然、まあ、全然内容はね、うんうん、全然、でもほら仲違いしたんじゃないかとか思ってる人もいたかもしれないよ、そんな突然こんなさ、あ、なんかそれ突然だったから、ね、そうそうそう、それが突然中島さんにバレたかさ、うん、あ、そうかそうかその手もあるからね、うんうん、まあバレてはいない、まだえ
バレてないの？バレてないよ。俺でもヤマハの人からさ、うん、さっきも言ったけど、うん、瀬尾さんの9月30日の誕生日に、うん、ラジオ瀬尾さんの T シャツ作っていいですかって俺のとこにメール来たからね、うん、でそれ瀬尾さん来たらもう中島さんに、あ、もうついに終わった後だからバラしちゃってるのかなと思った、うん、誰も来てねえもんあんな、あんな恥ずかしい T シャツ。いやいやそうよ、いや俺ほんとこんなの、いや俺もそれ聞きてないよ。だから企画来たこともないってどっかにポンと置いたのみたいな。いやだと思うのよ、うん、俺だけど、いや瀬尾さんがきっとね、いやね、ほら分かるでしょ、うん、あの人だから。何が？いや企画した人が、うん、でも長いメール来て、うん、瀬尾さんにとってねラジオ瀬尾さんの大切さ、うん、とうとうと書いてあったわけよ。俺そのこと一度も言ったことないいや書いてあったのよ。だからあいつにそんなこと一度も言ったことない。だからね、うん、できっと瀬尾さんはこのね T シャツをとても心から喜ばれると思いますって言うから、うんうん、俺この人ね何十年と瀬尾さんと付き合ってて、うん、瀬尾さんという人を全く分かってないのかなと思ったのよ、うんうんうん、絶対こんなの着ないからやめた方がいいんじゃないですかって思ったら、あの早速もう 作って出来上がってるので、うん、そちらにもお送りします、うん、俺も着てないもん。当たり前ですよ、誰が着るんだよあの。もう死にそうだよ。いや本当だよね、本当。だってどういう、で俺の中ではもうラジオ瀬尾さん終わったよって言ってんのに、なんでそれの、いやそうだ、ね、イラストのやつが来るんだよ、まあまだね、そうなんだよ、変なやつ。本当わかんない。まあいいや、まあ、それは、はい、次、うん、ラジオネーム中さん、瀬尾さん、井川さん、こんばんは。はい、突然の最終回で驚きました、うん、もっと早くにお便りすればよかったと後悔しています。またの再会を楽しみにしております、うん、ぜひ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 よろしくお願いします、うん、なんだっけな、あ、これか。ずっとリクエストしたかったアルバム真夜中の動物園の、うん、ハリネズミだって恋をする、うん、この歌のアレンジが大好きです。あ、ほんと、ピアノの音がとても大好きです。ありがとうございます。また再会することがありましたらどうぞよろしくお願いします14歳の頃からみゆきさんの歌を聴いておりまして、うん、今年61歳になります。いいお年頃ですねまたコンサートに行けたらいいな、うん、瀬尾さんに教えていただいたブリアナちゃんにハマってます教えていただきありがとうございました。とんでもございません。ということで僕今は、違うの何、ね、最近ねなんかね、うん、もっぱん大食いにハマってて、だからあれ ASMR っていうんだって、あ、うんうんうん、あの食べてるの、食べてるをね、くちゃくちゃしてるやつ、うん、あれにハマってるの。聞いてんのそれ、見てんの、大食いを、その大食いを見てる。ああそうなの、うん、楽しい。今はねあのロシアン佐藤さんにハマっててあそうなんだ、俺知らないから分かんないけど、うん、あじゃあロシア、まあよく昔あの12ちゃんであった大食いの中にも出てた人なんだけど、うん、その人にハマってて、うん、まあそれは大食いでハマってるやつとか、うん、まあ、あとはいつも犬猫関係は見てるし、ね、うんうん、あとあの何あのアメリカのあの、うん、なんかこうあのだったら何発表妊娠しましたみたいなやつね、うん、驚かすやつ、うんうんうん、それをおじいちゃんばあちゃんにモニター、じいちゃんばあちゃんが「オーマイガーオーマイガー」ってやって騒ぐやつねあそれ見てで、それ の系列として、うん、あの双子だったとか、あ、三つ子だったとかっていう、うん、そういうのも見てる、うん、楽しいよ。あ、そうなんだ、うん、でもやっぱり犬猫が一番楽しいかな、いい、うん、関係のやつがね、はい、うん、じゃあ今日はとりあえずそこまで、だってもう30分です。また明日やりましょうね、2日にわたって続くの。いやいや今日は明日はやろう、うん、OK、うん、だってこれもうすでに30分だっちゃう。 OK、うん、じゃあ中断、うん、うん、じゃあ何か言ってください。あ、それでは、これあの、レギュラーじゃないからね、あくまで、ゲストで来てるだけだからね、皆さんあのこのまま続くと思ったら大間違いだよ。